Hey guys, 今日は、ミラキラスレディーバグ&シャノワールの、ネンドロイドレディーバグ開封していきたいと思います。こちらは8月に新発売したものなんですけど、ちょっと最近アンサンブルスターズの天樹みんねくんにドハマりしてしまいまして、ちょっとバタバタしていたら開けるのが遅くなってしまいました。ようやく今日開けたいと思います。めっちゃ楽しみです。はい、じゃあちょっと外装を紹介していきたいと思います。ちょっと映り込みが激しいんですけど、で正面こちら2084番です。ネンロードイドはこの前に紹介したディズニーのクラシックドールみたいなドールと一緒で、こう足とか手とかが動く可動式のフィギュアになってます。レディーバグと、あとティッキーともいたり、あと顔とかもいろいろ変わるので、ちょっと後から開けるのが楽しみです。側面こんな感じです。はい、ヨーヨーもついてたり、ちょっとなんか二等身のぷっくりしたデフォルメになってます。こっちこんな感じです。で背面がこんな感じになってます。こんな感じで、表情パーツや手足パーツを交換していろいろなポーズをとって遊ぶことができます。めっちゃかわいいです。で最近さっき言ってた天城りんねくんと天城ひろくんのネンドロイドも出たんですけど、ちょっとそれもめっちゃかわいいから持ってくる。こんな感じです。これはネンドロイドドールっていう身長を伸ばせるパーツを使っていて、こんな感じで身長が伸ばしたりして、あとこういうオビツとかの服を使って着替えすることができるので、もうめちゃくちゃ遊べます。かわいい。で顔とかもこんな感じでいっぱい入ってて、私はちょっとこの手のいろんなピースとか指ハートとかいろんな手組み替えパーツとかも買ったんですけど、これもマリネットに付け替えれるので、ちょっと後で付け替えたいなと思います。こんなめっちゃちっちゃいこういうのとかめっちゃかわいいです。で顔これリンネ君、これヒロクなんですけど、この顔変えたりとか、オムライスでもマリネットに持たせれたり、あとこういう風にいろいろ、これはクレイジービーの千鳥柄っぽい服だったりとか、こういうこれもメルカリで買ったんですけど、これは秋葉原のラジカンで買ってきたチャイナ服とか、なんか着せ替えとかもできたりして、もうめちゃくちゃ遊べます。ちょっとおまけ。はい、本題に戻る。これ背面です。こんな感じ。はい、じゃあ開封していきます。イゼルも水売りであるみたいです、でも確か台座が入ってるので、ちょっと行きます。説明書が入ってました。すごい、この箱の中もこうこのレディーバグテントウムシ柄になってます。かわいい。説明書から、セット内容はこんな感じです。このアンスタのネンドロイドよりすごい説明書が細かい。こちら、かわいい。かわいすぎる。顔は2種類だけっぽいです。このウインクしてるのとウインクしてないやつ。なんかこの間そのリンネ君とヒーロ君は顔が3種類あったので、なんかそれぐらいあるのかと思った。すごい、口の周りもちゃんと塗装がしてあって、ピアスもしてます。なんか気分が、あちょっとおちょんぼが取れちゃった。おちょんぼがめっちゃ取れちゃった。ちょっと失礼します。先におちょんぼつけよう。ちょっと、なんかこんな感じでこうやってつけることができます。つかない。向きが逆だった。こんな感じでこっちもつけます。比べると全然やっぱ大きさが違います。ちょうどめっちゃでかいじゃん。こっ
ちが95ミリ、こっちが身長250ミリ、全然違います。かわいい。これはこっちですごい球界ができて、まあ、ちょっとこのアメリカっぽいというか、なんかちょっと人間に近い感じなんですけど、これはもうなんかもう妖精みたいでめちゃくちゃかわいいです。かわいい。でこっちこんな感じで表情を変えれるようになってます。めっちゃかわいい。表情変えます。で表情の変え方はすごい手もめっちゃ変えれる。先にでもウィンクさせたいから、ウィンクのさせ方、顔どこだ。ていうか台座ってついてないの。あ、台座ついてる。あたたたた、ここです。こんな感じで前髪と表情をこうえって開けて、頭というか髪の毛でこう挟み込む感じです。ちょっとごめんなさいして、まず前髪ここが分かれるようになってるので取ります。おお。でも前髪なくても可愛い。可愛い。でここパコって取って、ここでくっつけて、これを戻すだけですね。結構だから簡単に付け替えれます。めっちゃ可愛い。ウィンクもできるよっていう感じです。で、あと付属品一気飛んでます。出てきてこんな尻尾出てたっけ。すごい。これ家にいるあのガチャガチャで手に入れたティッキーなんですけど、それもちょっと大きめ。なんかこっち子供ティッキーとちょっとお姉さんティッキーって感じ。かわいい。塗装もめちゃくちゃ綺麗です。すごい。まつげもちゃんと細かい。やっぱ全然ガチャガチャと違う。ツルツルで綺麗です。この触覚もめっちゃ長い。こっちめっちゃちょろんちょろんって感じだけど、はい、でこんな感じ。めっちゃこのお尻尾がすごいちゃんと再現されてます。でここに穴がついてるので飛ばせるんですけど、ちょっと後で組み立ててきます。すごい。で細かい付属品、ちっちゃい、これがヨーヨーです。めっちゃ可愛い。でも穴があるんだけど、これでここからは腕ですね。腕やら足やらいろいろ変えれます。こっちも太もも、めっちゃもちもち可愛い。ちょっと太めのお足です。でこれをつけるとこんな感じでちょっと足曲げたりとか、こういう風にちょっと体勢を変えれたりする。次こっちなんか外しまして、こんな感じ。めっちゃ出てきちゃった。こんな感じで握り拳、握り拳、めっちゃ可愛いって。でと、ヨーヨー持ってる手です。ん？なんかヨーヨーめっちゃこれと、まあ、なんか変えれるのか。すごい。ちっちゃい。ここは、あ、これは何もしてない手。これ何が違うんだろう、この手。あ、微妙な違いすぎる。なんかちょっと、開けてる手と閉じてる手って。そんな手しか変わんないんだ。ここにも。なんかすごい、この、ん？あ、これ取れる。これも取れます。おぉ、取れました。すごい。じゃあ、ヨーヨーめちゃくちゃ入ってるんだ。ヨーヨーが全部で3つありました。これ持ってるやつと、取り外して切るやつと、あとなんかでかいやつ。でも以上、これが一応細かいパーツで、残りの付属品がこの分かりにくいんですけど裏側に入ってます。これです。多分これがあのヨーヨーの紐とあの台座パーツが出てました。めっちゃ爆発しちゃった。ちょっとなくなってない？ちょっと内容物チェック。なんかなくしてそう。大丈夫か。はい。こちらの台座のトレーと、これはここに、よいしょ、こうやって刺してあのレディーバグをこう固定することができるパーツです。ここのこの背中にポッチがあるんですけど、ここに差し込んでこうやって安定させることができる。いろいろこうポージング変えたりとかしたり、ちょっと足変えてみよう。例えばこれ右足？左足？でも、右足、なんかこう足ちょっとグリグリしながら、全然抜けない、グリグリしながら抜いて、あとだ、これも取ってここに刺します。硬い。よいしょ、できました。こんな感じ。かわいい。めっちゃかわいい。こんな感じでいろいろポーズ変えたりができるフィギュアです。めちゃくちゃかわいい。なんかこう持たせるのやりたい。ちょっと例えばこれやってみるってなると、こっち
これ持ってたやつ、え、これどうやってやるんだ、違う、手だけ変えればよかったのかも。ちょっと手のパーツが多すぎる。うん、じゃあちょっと、これもか戻す、戻して、この手のひら、ここもつなぎ目があるので、ここを取る、あ、取れた、取って、これをつける、つけて、でまたここに、かわいい、めっちゃかわいすぎる、こんな感じです。めちゃくちゃかわいい、こんな感じです。かわいい。で、もう例えば、あ、こう出せるんだ、こっからビューンということもできるみたいです。あ、じゃこれがここ、ここに刺して、なんか全然わかんない、なんでなんで、え、なんかすごいやけにゆるゆるです。説明書を読もう。これですね、 D M A を取り付ける。え、絶対くっつかないんだけど、でも D と M、 これが D なはず、合ってるよね、え、なんでなんで、だって明らかに穴の大きさが違いすぎる、なんで、あ、ん、いや絶対違う、なんで、ガバガバ、ちょっとなんでなんでなんで、これだよね、あ、横か、横に刺すのかも、あったこっちに刺します。どっちだろう、ほんとでもいいのか、いいや、あ、刺さりました、勘違いです。これ曲がんのかな、なんかでも、なんかこれがほい、で、これを A に取り付ける、あ、ここね、あ、泣いてる、あ、ここに刺す、なんか心もとないけど、すごいけど、なんか発射してる方向を調整するのが難しい。こっちに曲げて刺す、全然刺さない、すごい難しいし、この発射方向の調整が、なんかでもこれあんまりいじりすぎると折れちゃいそうなので、あんまいじりすぎないようにして、なんか思ってたのとなんかちょっと違う、なんで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 、なんで飛ばない、これが一番まだなんか合ってんのか分かんなくなってきた。まあ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 って感じ、合ってんのかな、あ、でもなんかこのティッキーも飛ぶみたいなんだけど、このティッキーのパーツどこ行った、ティッキーのパーツない、ティッキーのパーツがない、これだ、これと、さっき爆発した時にどこ行っちゃった、ありました、ちょっと弾け飛んだ時に床に落ちてたで、これがティッキーのやつで、ティッキーもこの背中に穴があるので、ここに差し込んであげることができる、どっちだ、こっちか、これをここに刺して、あ、ティッキー首回る、ティッキーもこの首が動くようになってました、かわいい。で、これをここに刺して、こういう風にティッキーもこう飛ばして、で、マリネットも、マリネットはでも多分自立できないのかな、ちょっと頭が重いからできなさそう、なんか物によってはできるらしいんですけど、ちょっとマリネットは無理だった、なんかここに刺しまして、で、ここに刺す、わあ、なんかすごい、固定が悪いなんかいろんなものがボロボロとちょっと動かすだけで取れてくるのがちょっとなんか難儀だな、なんか気持ち、首もちょっとなんか緩い、でも可愛いからいいけど、可愛いからいいけど、このヨーヨーが本当に全然くっつかなくて、ちょっと仮止めでさえもできない、もうなんかどっち取れるみたいな感じだけど、でも遠くつかないみたいな、こんな感じです。可愛いけどヨーヨーがでもどうしようもないからな、これなんか発射方向が可愛いから、こんな感じでした。でもなんか気持ち的にはもうちょっと顔パーツがもう一個欲しかったのと、よくこのマスク取った後とかマリネットのやつも出てほしいなといったところです。でもこんな感じでこう着せ替えとかも、ちょっとこれボーイの体パーツなのでちょっと違うんですけど、マリネットも首をここに変えれば、すいません、あ、また踊りじゃん、首がこうして
くて困ってます。これもラジカンで買ってきたです。こうやって失敗したりとかもできると楽しいです。これピースしてる、めっちゃかわいい、かわいいです。こんな感じにしたりもできるよって、いっぱい遊べます。なんかマリセットこんなことしなさそうだけど、はい、かわいいって感じでした。ヒーロー君に体を返しまして、なんかでも全体的にすごい自分から甘く取れちゃった。多分ここもなんかすごい浅くて、ここの深さが2ミリぐらいしかないから、取れちゃうけど、もう可愛いから全然いいです。はいです。あ、可愛い、はい、でもまあレディバグ出たから次シャノワール出るんだと思うんですけど、シャノワールもどんな感じか楽しみです。はい、可愛いです。で次はちょっと友達に誕生日プレゼントで、あのマリネットじゃない、レディバグとシャノワール のアメリカのアマゾンから買えるライトをもらったので、それを紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございました。かわいい。